稲垣選手なぜ代表を呼ばれないですか。まずボランチの層めちゃくちゃ厚いっていうのありますよね、代表今っていうのと、あとはまあ名古屋のサッカー、まあ、最近違ったらごめんだけど、稲垣選手見たときはボール来たこと逆側のオープンな位置にボールを置けなくてみたいな、守備だったりミドルシュートとかいいけど、ボール持つ上でのその技術の部分でこう必要なポイントに達してない瞬間があったりとかはしますよね。それがね、しっかり守る上で強度の高さとかそういうのが必要な時にはすごい欲しい選手でね。で、今の名古屋のサッカーにはめちゃくちゃなんか噛み合わせいい選手だなって思いますね。